はい、です。今回ですけども、今回の動画は、ちょっとね、サムネットタイトルにある通り、まあ、結構、まあ、深刻な話というか、まあ、大事な話というか、そういう感じになってくるんですけども、僕ね、前の動画で、まあ、最近かな言った通り、朝起きてメールとかをね、チェックするっていう習慣があるって言ったじゃないですか。で、その時にね、結構来たかな、DM が来てたんですよ。僕、結構ね、視聴者さんから DM をね、ありがたくいただくんですけど、僕って、その動画の中でいろんな話をするじゃないですか。例えば、まあ、自分のことだったり、世間のことだったり、自己啓発のことだったり、いろんな話すると思うんですけど、なんか最近なんか本当に急なことなんですけど、 TikToker の名前募集中さんっていう方がいるらしいんですね。僕知らなかったんですけど、なんかその方が今めちゃくちゃなんか話題になってるというか、物議を醸してるというかさ、そういうなんかあるらしいんですね。なんかその情報は何かっていうと、誘拐説とかなんか SOS サインなんか出してるんじゃないかみたいな、そういう話がねなんか出回ってるらしいんですよ。でなんか僕もねその動画をね、まあ、見てみたんですけど、まあなんかこういう感じ、なんか僕もその知らないんですけど、まあ、そういうなんか調べてみたら SOS サインみたいな、そういう感じもあったりして、でちょっとなんか僕もねいろんな話するんで、僕の動画見てくれてるね方はね、僕がいろんな話をしてるところを聞いてくれてると思うんですけど、なんかゆうとさんはどう思いますかみたいなことを DM でくださった方が結構いて、まあ僕的にはまあ僕は別にそんな関係ないし第三者だからどうこう言うつもりもなかったんですけど、まあ結構ね一件だけじゃなくて何通も来てたんで、まあそのすごい今盛り上がってるとかさ話題になってる分、結構みんなもね知ってるね情報だと思うから、そうやってねいっぱい DM してくれてると思うんですけど、ちょっと今回はねその件について少し話そうかなと思ってて、でその後ねまあちょっとこれだけじゃ終わらないんですけど、少しね僕のこともやっていこうと思うんで、まあちょっと最初ねこれだけ話します。ちょっと言わせちゃったんだけど、寝起きだからごめんね。もう本当にその朝起きてメールチェックしてそれですぐ撮ってるからさ、これもね何日かけて撮ってもさ今話題になってるというかさ、それ今のあれだから何日後に出してもあんまり意味ないと思うんで、まずそもそもなんか TikTok でなんか切り抜きとかさ、その名前募集中さんの視聴者の方とかがなんか誘拐されてんじゃないかみたいなタイトルで TikTok とかでよく動画出してるのをめっちゃ回ってくるんですよ。動画が出てくるんだけど、あれまずやめた方がいいと思います。あれを出したらもし誘拐だとしたら余計なんて言うんだろうな、拘束されちゃうというか、その縛られるから余計ああいう動画出しちゃうと。だからああいう動画はマジで出さない方がいいと思うよ本当に。しかももし誘拐じゃなかったとしたら名前募集中さん自体が縛られるから、逆にあんまりさ、僕もその見たばっかだからこれがねその的確な情報かわかんないんだけど、まず第三者がそういうなんか動画とかを出すのはあんまり良くないと思う。今ね僕もねこうやって動画に出してるからあれなんだけど、そのなんか TikTok でその切り抜きとかそういうのを出すのはあんまり良くないと思う、僕はそう思いますね。あと SNS をやってる人間からするとなんか久しぶりに動画を出したらしいんですね、2ヶ月ぶりに、そのなんか物議を醸してる動画を。だからもしかしたら何らかの情報で活動ができてなくて、大体動画のね出してない期間が多かったら、視聴者さんってちょっとこの人やる気なくなっちゃったのかなとか、そういう感じになんか見られたりする場合もあるんですね。だからそれを名前募集中さんは察知して1個の話題を作るためにあえてこういうことをやってないかみたいな、戦略的にやってるのかもしれないっていう、話題を出すためにっていう、まあ SNS をやってる人間からしたらそういうやり方ももしかしたらあるんじゃないかみたいな、だからもしかしたらその可能性もマジでなくはないと思います。だから良くも悪くもマジでなんか誘拐されてるからかわいそうとか、誘拐されてるかもしれないかわいそうとか、そういうなんか TikTok とかの切り抜き動画はあんまり上げない方がいいかなっては思います。まあ、僕もねこうやって上げてるんだけど、僕はもうこの動画でもう一切増えないんで、 DM 来てたからやってるんで、そんな感じかな。僕も本当にこの動画上げるつもりじゃなかったんだけど、僕も回ってくるしさ TikTok で回ってくるプラス DM が結構かなり今日の朝来てたから、じゃあまあせっかくなら撮ろうかと思ってやったんですけど、まあね撮ろうと思っても別にそんな深く話すつもりはなかったからさ、さっきも言った通り第三者がどうこういう話題でもないと思うからさ、でもあんまり触れない方がいいかなと思うね。誘拐されてようが誘拐されてないようが、どっちでも、どっちにしろ名前募集中さんの行動を縛ってしまうことになるから、こんな感じでね、もうこの話題はねここでね僕は終わらせるんで、まあその僕はね結構いろんなさ動画内で話したりするから、そうやってねどう思いますかっていうのがね結構いろんなことで来るんですよ。この件どう思いますかみたいな、この話題どう思いますかみたいな、そういう話題をねみんなね聞いてくれるんですよ DM で、僕の視聴者さんは。そうだけど全部が全部答えれることではないじゃん DM 来ても。だけど今回本当にかなりの量多かったし、 TikTok で今一番話題になってるんじゃないかなと思うから、まあちょっとこれは答えようかなと思って答えました。まあいきなりねこれ何の動画だよってねサムネタイトル見て思った方もいると思うんですけど、そうですね、まあ最終的な結論はあんまり触れない方がいいと思いますね。どっちにしろ行動を縛ってしまうんで、名前募集中さんのファンの方もね、ファンでない方も何もしない方がいいと思います。はい、僕の意見でした。これがまあちょっとねぶっちゃけると数字稼ぎです。まあここもね別に触れなくてもいい話だからさ無視しようかなと思ってたんだけど、まあちょっと今話題になってるからさ、僕も YouTuber として話題になってる話をまあちょっと取り上げるのもね一つの仕事だろうと思ってあげたんだけど、そこはね嘘なしでさ、別に一切数字稼ぎじゃなくて僕は本当にこれを伝えたかったんですよって言っても、そのですね数字稼ぎやって思うからさ、僕は他の YouTuber のことも見てると。だからここはねもう綺麗事言わずにさこうやって言った方が逆にねいいと思って、はい、まあそんな感じでねこの話はじゃあ一旦終わろうかなと思います。
はい、ということで、じゃあ最後ね、ちょっと軽くね、僕の最近ちょっと気になってるブランドがね、もう一つねできたんで、このブランドをね最後紹介して、アイテムをね少し紹介して、この動画を終わろうかなと思うんでね、ちょっとねこの動画ねこういう感じでね、ちょっといつもと違う感じになっちゃったんですけど、最後ね僕の好きなブランドが一つ増えたということで、皆さんに、ね、知ってもらいたいなと思うんで、ちょっと今から少し見せるんで、じゃあそのブランド紹介できると思います。はい、というね、じゃあ僕のね最近ね気になったブランドが一つできたということで紹介するんですけど、これ結構まあ有名なのかな、このブランドが。このブランドなんですけど、これね最近僕の中で着てて、僕の好きなアイテムが結構あるんですよ。まあ、例えばちょっと紹介するんですけど、結構ストリート系のブランドなのかなこれも。でその中で僕がちょっと気になってるアイテムが何個かあって、まず1個僕が気になってるアイテムが、まずこちらラグランティーっぽいやつですね。そうロンティーかな、まあ、ちょっとロンティーもう最近マジでさ、いきなり寒くなってきたからロンティーでもちょっと寒いかなと思うんだけど、これ可愛くない、これこういうちょっとストリートっぽいアイテムが結構いろんなあって、でこれ 15,800円で全然ね値段的にも安いし、めっちゃ可愛いなと思うんですよね。可愛くないこれ普通に。じゃあまあどんどん行くね今回は。めっちゃあるよマジで、いいアイテムゾロゾロにあるから、このねブランド知らなかった人はマジでチェックしてみてほしいんだけど、あとこれ僕ボーダー好きじゃないですか、ボーダーのちょっとモヘアになってるカーディガン、やっぱねカーディガンやっぱりこれからの季節、まあ、結構必須で、でねその中でもモヘアってもう本当にもう見た感じもあったかそうで、これ 23,600円でね全然安いし、可愛くないこの色合い、これめっちゃ可愛いマジで。これ2色展開あって、でこれピンクじゃん、でもう一個がブルー系なんだけど、こちらこれもマジで可愛い。この色合いはね僕ね全く同じような感じで AFB のブランドのポロシャツ持ってるから、こっちじゃなくて僕はピンクの方が欲しいかなって今思ってます。マジで可愛くないこれ、もう本当にマジいろんなのあるとかね、とかとか、あとねこれとかね、僕今ちょっと狙ってるのがこのパーカー、可愛くないこれ、袖にもデザインがあって真ん中にもあって、そう最近マジで袖にデザインがあるのハマってて、本当にこれ可愛いよねめっちゃ。そう結構オーバーサイズに着たら可愛いかなと思うし、でこれ 25,600円全然買いやすいとか、あとこれね僕の好きな、まあ、チェック柄って言ったらいいのかな、これちょっとこういう感じの、これもねフーディーなんですけど可愛くないこれ。やっぱねパーカーってねシンプルになりがちなアイテムなんですけど、こういうちょっとさなんかワンポイントというかさ、ワンアクセントあるようなパーカーだったらパーカーだけでも割と差別化できるから、こういうアイテム持っとくとまあいいかなとも思いますね。とか、まあ、あと何点か紹介するんだけど、結構ありすぎてね、アクセサリー系とかキャップ系とかもバッグとかもいろいろあって、あとこれもポロシャツなんだけど、僕ねポロシャツもハマってるって言ってないですか。そうこういうちょっと黒白のねちょっとポロシャツで可愛くねこれ。本当にこうやってストリート系のアイテムがいっぱいあるって感じ。そのストリート系のアイテムでも他のブランドであんまりないようなアイテムが結構あるから、これめっちゃ可愛いなと思って。あんまりなさそうな柄じゃん。マジでこのブランド最高。そうでこれがお値段が 15,800円。あとはちょっと変わったカーディガンなんだけど、そうこういうデザインがあるカーディガンね。僕一個思うんだけど、カーディガンもさっきのパーカーと同じようにやっぱりちょっとデザイン的にシンプルになりがちじゃないですか。さっきのボーダーのさカーディガンとかもめちゃくちゃさあんまりなさそうなアイテムで、あれだけで、で下シンプルにデニムとかすればワンアクセント入ってるし、これもこうやってデザインが入ってることによって他をね妥協するっていう言い方あれだけど、他をシンプルにするだけでここで完成みたいにできるから、そうやっぱりねカーディガンとかってこれからの季節めっちゃ着る人多いと思うんだけど、やっぱり同じになってくるよね周りと。だからこういうちょっとモヘアだったりボーダーだったり、こういうちょっとデザインが入ってるようなカーディガンを使ってあげれば結構周りと差別化できるなっていう風に、周りとねちょっと同じは嫌だよっていう人にはめちゃくちゃここのブランドはいいかなって思いますね。はい、まあそんな感じでね、まあ、結構本当にこれ以外にもいろいろあるんで、皆さんもしよかったらねこのブランドをチェックしてみてください。結構ね、まあ、いろんなブランドとコラボしたりしてるんですよ。プーマともコラボしてるし、プーマとコラボしてるの意外だよね。あとなんかフレッドペリーとかともコラボしてたりもしてるんで、マジでねめちゃくちゃね僕はおすすめなんで、僕ねインスタとかもフォローしてるんで、僕のインスタからね飛んでもらえればインスタとかも見つけれると思うんで、ぜひぜひ皆さんねこのブランドをチェックしてみてください。ということでね、僕のね最近ハマり始めたブランドの紹介はね終わろうかなって思います。はい、で、今回はちょっとねいつもと違ったようなね入りだったんですけど、まあ結構本当にね予想以上にその TikTok のね一連のね騒動は多少はなんかこういうのあんだと思って目には触れてたんですけど、結構な DM でねこの辺についてどう思いますかみたいなことが結構来てたんで、じゃあちょっと触れていくかということで僕なりのね意見を言わさせてもらいました。あんまり第三者がどうこういうのはあんまり良くないと思うんで、僕もねこの件はねこれで終わりにするんで、皆さんもねあんまり触れない方がいいかなとは思うんで、僕もねこれ緊急でね撮ったんで、まあねちょっと大丈夫かなと思ってるけど、まあこれもねリアルということでありました。ということでね今回ねちょっと、ね、いつもと違う、ね、感じだったんですけど、僕なりの意見プラス僕のね最近ハマったブランドの紹介でしたということで、今回ここで終わりにしようかなと思います。このように撮ったらそれからチャンネル登録お願いします。インスタ、TikTok、Twitter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 、